お前ら、やっほー、助けに来たわよ。ナイアルさん、無事だったみたいですね。助けに来たってマジか。エステルさん、ヨシアさん、こんなところで会えるなんて。え？あなたがお姫様なんだ。はじめまして、私たち遊撃士協会の。はじめましてじゃないですよ、エステルさん、ヨシアさん。やっと約束通り再会できましたね。すぐに気づいてくれないなんてひどいです。そんなこと言われても、ドレス着て髪伸ばしてるし、一体全体どうしちゃったの？ごめんね、クローゼ。エステルってあまり人を疑うことを知らないから。ちょっと、それってどういう意味よ？それがエステルさんのいいところだと思いますから。それよりもヨシアさん、まだ私をその名で呼んでくれるんですね。うん、君がそう望んでいるような気がしたから。本名の方が良かったかな。とんでもありません、ありがとう、すごく嬉しいです。ん？ところで、どうしてクローゼがここにいるわけ？それに例のお姫様がどこにもいないんですけど。あのな、目の前にいるだろう。その方が陛下の孫娘のクローディア姫殿下だっての。え？ごめんなさい、黙っていて。本当はエステルさんたちとオートで再会した時に打ち明けるつもりだったんですけど、リシャール大佐に捕まってしまって。え？でも、なんで？なんでお姫様が正体隠して普通の学校なんかに？それに私、クローゼのことをどう呼んだらいいのか。どうかそのままクローゼと呼んでください。クローディア・フォン・アウスレーゼ。本名の最初と最後を合わせた愛称なんです。そうだったんだ。それじゃあその髪は？これはヘアピースです。さすがに同じ髪型だと学園生活に支障をきたしそうだったので。まったく迂闊でしたよ。そのお姿は写真で拝見していたのに、市長邸の事件であった時にはさっぱり気づきませんでしたからね。ごめんなさい。ルナー王子様やダルモア市長も気づかなかったみたいですし、意外と効果はあったみたいですね。そっか、考えてみればあの公爵も親戚なのよね。そうだ、肝心なことを忘れてたわ。そうだったんですか、エステルさん、ヨシアさん、それにジンさんとおっしゃいましたね。助けに来てくださって本当にありがとうございました。気にしないでよ。捕まってたのがクローゼだと知ってたら頼まれなくても助けに来たし。エステルさん、
確かにその通りだね。それに僕たちよりも陛下に感謝した方がいいと思う。自分の身を顧みずに君の救出を依頼したんだから。確かに姫殿下さえ無事ならば大佐の要求を拒否することができる。死すら覚悟されているかもしれませんな。はい、おばあ様はそういう方です。なんとか手を打たないと今度はおばあ様の身が。茶番はそのくらいにしてもらおうか。ディアーヌちゃん、なんで女の子が。モルガン将軍のお孫さんです。ハーケン門に監禁された将軍を動かすために連れてこられたらしくて。女王陛下に対する君と同じということか。言っておくが、ただの脅しと思うなよ。我ら情報部員、理想のためなら鬼にも修羅にもなれる。そんなことで威張ってるんじゃないわよ。中隊長、取引をしましょう。その子の代わりに私を人質にしてください。おっと、その手には乗りませんぞ。さすがに我々といえど王族を手にかける勇気はない。それと比べるとモルガン将軍の孫娘というのはちょうどよろしい。人質としての価値もあるし、傷つけても問題なさそうだ。あなた方は最低。やれやれ、腐った連中だぜ。ふん、何とでもほざくがいい。そろそろキルシェ通りから巡回部隊が帰還する頃合いだ。親衛隊遊撃士もろとも、ここで一網打尽にしてくれるわ。ああ、それは無理ってもんね。ここに来るときに私たちが倒しちゃったから。なよしよし、もう大丈夫よ。エステル、ヨシュア、ずいぶん久しぶりじゃない？知らねえ。来てくれたんですか。何を悠長に挨拶しておるか。やれやれ、無粋の極みだね。うわ、今のはおまけよ。えげつな。今撃ったのってオリビエさんですか。ピンポーン。いやいや、真打ち登場といったところかな。つくづく突拍子もない兄ちゃんだな。それにシェラザード、ずいぶん久しぶりじゃないか。どうもご無沙汰してます。まさかジンさんがリベールに来てるなんてね。あなたがエステルたちについているって聞いたから、あまり心配してなかったわ。そらさすがに買いかぶりすぎってもんだぜ。しかしお前さん、ずいぶん色っぽくなったな。正直見違えたぞ。あら、そうかしら。むむむ、そこはかとなくジェラシー。
僕のことを散々もてあそんでおいてゴミのように捨てるのね。ああオリビエ、アイナが会いたがってたわよ。また一緒に飲もうだってさ。ごめんなさい、僕が悪うございました。まったくもう、みんな相変わらずなんだから。でもシェラさん、よく王都に来られましたね。王国軍に関所が封鎖されてませんでしたか？ええ、だからバレリア湖をボートを使って移動したわ。で、王都の波止場に上陸したわけ。なるほど、考えましたね。でもどうしてまたスチャラカ演奏家と一緒なの？王都のギルドでばったり出くわしちゃってね。すっぽんみたいに離れないから仕方なく連れてきたのよ。こんな面白そうなことを僕が放っておくわけないだろう。ところでそちらのお嬢さんが。あ、紹介するわね。女王様のお孫さんにあたるクローディア姫殿下よ。私とヨシアの友達なの。はじめまして、お二人とも。助けに来てくださって本当にありがとうございます。お気になさらずに、これも遊撃士としてのお務めです。美しき姫君を救うのは紳士としての誉れというからね。お会いできて光栄だ、プリンセス。クローゼ、ご無事でしたか。ユリアさん、ジーク。よかった、また会うことができて。殿下、よくご無事で。本当に本当によかった。ユリアさんも元気そうでよかったです。本当に申し訳ありませんでした。私が不甲斐なかったばかりにこのような苦労をおかけして。できることなら至らぬ我が身をこの手で引き裂いてやりたかった。そんなこと言わないでください。お互いこうして無事に再会できただけでも嬉しいです。助けに来てくれて本当にありがとうございました。殿下、感動してるところをちょっと悪いんですけど、なんでジークがここにいるの？ジークは殿下の護衛であると同時に親衛隊の伝令係でもあるんだ。君たちのホテルにも手紙を届けさせただろ。あの夜の。やっぱりそうだったんですか。それでは女王陛下の依頼をユリアさんが知っていたのも。ああ、女王級の陛下から直接ジークを介して教えていただいた。だが殿下がいたあの広間にはジークの侵入できる窓がなくてね。連絡できなくて本当に心配したよ。まったくもう、驚かせてくれるじゃない。こら、ジーク。黙って手紙を置いていくなんて、ちょっと薄情なんじゃないの？ごめんよ、ですって。まあ、いいか。ところで、特務兵たちはもうほとんどやっつけたの？離宮に詰めていた部隊はほぼ拘束することができた。
しかしグランセル城内にはまだ相当数が残っているはずだ。各地の王国軍も未だに情報部のコントロール下にある。下手をしたら反乱軍としてこの場所を鎮圧されかねないわ。うわ、そこまでは考えてなかったわね。そうですね、クローゼだけでも別の場所に避難させた方がいいかもしれません。ならば帝国か共和国の大使館に保護を求めてはどうかな。大使館内は治外法権、簡単に手出しできないからね。さっきの作戦で露獲した飛行艇で亡命する手もあるな。根本的な解決にはならんが、時間を稼ぐのにはちょうどいい。そうだな、どう鬼貸しするべきか。あの皆さん、この状況で私が遊撃士の皆さんに依頼をすることは可能でしょうか。え？人質救出のミッションは完了したから大丈夫だと思うよ。もちろん依頼内容にもよるけどね。でしたら無理を承知でお願いします。王城の解放と陛下の救出を手伝っていただけないでしょうか。で、殿下。そっか、そうよね。今度は女王様を助けないと。正直言ってその話にはなるんじゃないかと思ったぜ。だが姫殿下、その依頼はかなりの難物だ。そうね、ここにいる戦力を全員集めても正面から落とすのは不可能だわ。あの特務艇を使えば可能性はあると思いますが、ただよほどうまい仕掛けが必要になりそうですね。私に考えがあります。皆さん、これを見ていただけますか。これってどこの地図？王都の地下水路の内部構成を記した古文書です。これに王城地下に通じる隠し水路の存在が記されています。ことですの？ヘルベリキューとの連絡が途絶えてしまっただなんて。親衛隊か遊撃士協会、どちらかに落とされた可能性があるということかな。抜け抜けと。連中を指揮していたのは少尉あなたでしょうに。これは面目ない。だが済んでしまったことをとやかく言っても千なきことだ。この上陛下まで奪われぬよう城の守りを固めるべきだろうな。言われなくとも分かっていますわ。城門を完全に封鎖、誰が来ても入れないように。以後は空からの襲撃にのみ備えることにしなさい。了解しました。それと各地の部隊に連絡してエルベリ宮に向かわせること。名目は王族を語ったテロリスト集団の鎮圧です。イエスマム。見事なお手並みだ。当然でしょう、新参者のあなたとは違います。閣下の留守は私が絶対に守りますわ。これよりグランセル城解放と
女王陛下の救出作戦を説明する。まずはヨシュア殿以下3名のチームが地下水路よりグランセル城地下へと侵入、親衛隊の詰所へと急行し、城門の開閉装置を起動する。了解しました。ま、でかい花火の点火役ってところだな。いずれにせよ最終幕の幕開けには違いない。城門が開くのと同時に、親衛隊全員と遊撃士4名が市外から城内へと突入。なるべく派手に戦闘を行い、敵の動きを城内へと集中させる。ああ、任せてもらおう。よっしゃ、腕が鳴るぜ。そして最後に、殿下、やはり考え直していただけませんか。ごめんなさい、おばあ様は私が助けたいんです。それに私は一応飛行艇の操縦ができますから、どうか作戦に役立ててください。こんなことなら操縦方法などお教えするのではなかったか。まあまあユリアさん、クローゼのことなら私たちに任せておいて。銀線の名にかけて必ずやお守りすることを誓うわ。わかった、どうかお願いする。城内に敵戦力が集中した直後、エステル殿以下3名のチームが特務飛行艇で空中庭園に強行着陸。しかる後、女王宮に突入してアリシア女王陛下をお助けする。了解。作戦決行は正午の鐘と同時、それまでに待機位置についてくれ。それでは各員、行動開始せよ。イエスマム。ヨシア、気をつけてよね。くれぐれも無理しちゃダメなんだから。うん、気をつけるよ。だから君の方もくれぐれも先走らないように、自分の力を過信しないでシェラさんたちと協力すること。うん、分かってる。なんといっても例の約束だってあるもんね。お互い元気な姿でグランセル城で会いましょう。うん、必ず。ヨシアさん、隠された水路にはどんな魔獣がいるか分かりません。どうか気をつけてくださいね。分かった、くれぐれも気をつけるよ。エステルのことは心配しなさんな。あんたと今まで旅していろいろと成長したみたいだからね。遊撃士としてだけじゃなくて女としてもみたいだけど。知らねえ。ん？どういうことですか？まだわからなくていいの。やれやれ、この非常事態になんとも頼もしいガキどもだぜ。まったくだな。さて、そろそろ俺たちは行くぞ。また会おう、子猫ちゃんたち。エイドスの加護。ヨシア。ねえねえお姫様、やっぱりあの子たち旅先で何かあったのかしら。そうかもしれませんね。二人ともとてもいい顔をしてらっしゃいましたから、ちょっぴり羨ましいかな。一般兵に代わって特務兵たちが巡回していますね。離宮を落とされて敵さんも必死なんだろうさ。しかしなんとも物々しい雰囲気だぜ。
よし、こういう時こそ僕のリュートで張り詰めた空気を和ませて。目立つことをしているとまたあの人が飛んできますよ。確かミュラーさんでしたっけ。そうだった。二人とも帝国大使館には絶対に近寄らないでくれたまえ。お互い大使館に寄ってる暇はなさそうだな。準備を整え次第地下水路に降りるとしよう。Thank you.
ヨシュアさんにジンさん、ご無事で何よりです。クローディア姫の依頼のことは親衛隊の人から聞いています。こちらは大丈夫、王国軍に踏み込まれてもしらを切り通してみせますよ。皆さんお疲れ様です。エルベリ宮解放作戦は見事に成功したようですね。せっかくの機会ですから報酬をお渡ししておきましょう。今後の戦いに備えるためにも資金は必要ですからね。気の抜けない状況が続きますが、どうかご武運を。こちらもできる限りのサポートをさせてもらいます。
Thank you.
おや、ヨシア君、ずいぶんと緊張した顔をしているようですが、どうしました？難しい仕事ほどリラックスして臨んだ方が良い結果が得られますよ。私なんて年中リラックスしっぱなしです。Thank you.